ひろゆきさんがデスノートを拾ったらどうしますか誰かの名前を書きますかまあ、本物かどうかを確認したいので多分、プーチン大統領と書くんじゃないですかね。テレビとかに出てる有名な人の名前を書くだけで、僕と私的な関わりのある人の名前は一切書かないと思うんですよね。デスノートを持ってたとしても、絶対に捕まらない自信があるんですよね。日本で誰かが死んだって言ったら、今僕ドイツなんですけど、 日本の警察の人がわざわざドイツに捜査に来たりはしないじゃないですか。別の音はその漫画としてはすごい面白いんだけど、やっぱりバレないようにできちゃうんですよね。だからあれがバレてしまうというのは、まあ、バレないと漫画にならないから仕方ないと思うんですけど、でもまあしょうがないですよね。はい。